絶対にゴミ水入れて。じゃあ。取っていいですか。ああ、いいです。センサーで置いたら、そうですね、ここに置いたら、こっちで、あの手張りっていう後ろの部分を溶着して、向こうであの上下の布を切るような結構です。ちょっと弱い。フィルムもいろいろ厚みとかも変えれる。この温度だとここで変えて、この最後の部分はこっちで変えて。すごい。ありがとうございます。こっちは向こうとちょっと違って、こっちはあのすごい機械的というか。操作方法はこっちのシンプルにはないです。こっちの方が安いの。そうですね、若干こっちの方が安いです。こっちも向こうでプロになるような、楽は楽ですよね。楽は楽です。かなりですよ、作業のスピードは上がります。絶対に1分間でこっちの機械が 20キロぐらいできるので、1時間で1500とか。あ、全然違う。時間短縮とか人件費の方で機械代はすぐ取れるので、今結構全国的に2000台でちょっと出してて、こっちのタイプが。これが10センチから99まで切れるので、刃物だけじゃなくて大葉とかごぼうとかもフィルムの幅によって変えれるので、そういうのでもう幅広く。ありがとうございます。カタログで。ありがとうございます。どうもありがとうございます。
開きましょう。忙しくない。ええ、開ける開ける。最近さ、あまりの出現率が高くて。天草の駅地にあったときに。3人になってたんですか今。そう、2人増えた。